その通り。ナメック星人同士が一つになり、さらなる強さを得る能力。どうか。宇宙消滅の危機を知り、ナメック星より名乗り出たあまたの同胞たち。我々二人はその代表として、彼らの全てを身に宿し、この大会に臨んだ。力を得たこの体が安定するまで、派手な戦闘は避け、大会後半の戦力補強として控えていたが、時が来てみれば残った戦士は我らだけ。だが今は悔やむ時ではない。命を預かった同胞たちと共に戦い抜くのみ。これが生き残りをかけたナメック星の覚悟。僕は前衛としてあの二人を迎え撃ちます。その間にピッコロさんは機の集中を。マカム交差法。それほど多くの仲間と同化したのなら、今のあの人たちの生命力は並大抵のものではないはず。なら殺してしまうかもという迷いは不要ということです。だから僕も全力でいきます。先ほどからお静かですね、ビルス様。ご飯さんたちの勝利はシャンパ様の消滅。さすがに複雑なお気持ちで。バカを言うな。頑張れ第7宇宙。第2も第6も叩き落とせ。すげえな。本当にあのリブリアンの強さを物にしちまったんか。これぞ愛のなせる技、ラブ。やっちゃいな。悟空戦ってるね。息子戦ってるね。ワクワクだね。第七宇宙は全宇宙からマークされながらも勝ち続け、大変勢いがあります。しかしプリティー、それゆえに消耗具合も最も激しいはず。アイラブアモーレアモーレミア。一方対する第二第六宇宙は消滅を目前にしたこの土壇場で新たな力を発揮しているようです。まさしく両者極限状態での戦いと言えましょう。今だピリナ、俺の腕ごと。